こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ミスリーフ、コースタート、ダンブリングダスト、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくダンブリングダスト行きました。続いて前へ行くのはカワッチシェル、さらにはミスリーフ、2番ケイポスティンガー、その後ろトロピカルダイヤ、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはサマーボール、その外からダンブリングダスト、カワッチシェル後位をキープ、向こう上面に入っていきました。前に戻りましょう。先手を取ったのはサマーボール、その外にガンブリングダスト、好位置をキープしています。カワッチシェル並んで2番ケイプスティンガー、ミッキーシャンデリア、この馬もこのグループ。すぐ隣にヘイローズイメージ、ジェイドゲート、そのうちに続いています。間が空いてメイプルアクトレス、その隣にロストソルジャー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ミスリープ、2番手はカワッチシェル、絶好の手応えです。サマーボール、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はカワッチシェル、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。サマーボール頑張れるか、必死に追うカワッチシェル。2番手はトロピカルダイヤ、カワッチシェル1着、カワッチシェル1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワッチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シーズムーン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。シーペンダント前に行きそうです。ダッシュダイヤモンド、それに続いています。さらにはシーズムーン、9番バブルガムフェロー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはサンタフェインディー、その隣にミッドナイトエクセル、バブルガムフェロー好位をキープ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。先手を取ったのはダッシュダイヤモンド、その外からサンタフェインディー、好位置をキープしています。バブルガムフェロー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。セイントリバー、先手を取りました。その隣にダッシュダイヤモンド、先頭は依然としてセイントリバー、2番手はバブルガムフェロー、これは絶好の手応え。トロットサンダー3番手、さあバブルガムフェロー逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバブルガムフェロー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はバブルガムフェロー、束を一気に打ち切ります。2番手はトロットサンダー、バブルガムフェロー1着、バブルガムフェロー完勝、バブルガムフェロー1着、2着はトロットサンダー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭はシアトルジョン、あと 200m、 先頭はシアトルジョン、一気に捉えるか。名声オペラ、名声オペラ抜けた。2番手はシアトルジョン、名声オペラゴールイン、名声オペラ1着、2着はシアトルジョン、これはものが違う。名声オペラ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはエイシンバーリン、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい、これは強い。2番手はオーアウィナー、エイシンバーリン独走、エイシンバーリンぶっちぎりです。エイシンバーリン1着、2着はマイネルコロネット、エイシンバーリン見事1番人気に応えました。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはオリーブリーグ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオリーブリーグ、オリーブリーグさあ果たしてこの足色はどうか。あと 200m、 シーキングザパール伸びてきた。シーキングザパール先頭、2番手はアグネスメイト、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝、シーキングザパール1着、2着はアドマイヤキャロル、これが最強女王だ。シーキングザパール。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はサニーブライアン、あと 200m、 一気に後続がやってきた。サニーブライアン先頭です。このまま押し切るか。2番手はエアデイ、先頭はサニーブライアン1着でゴールイン。サニーブライアン1着、2着にはどうやらエアデイ、これが G1 馬だ。サニーブライアン